まさか自分で乾きたメイクができるなんて思ってませんでした。皆さんこんにちは、ヘアメイクの川北です。なんとですね、ボーチェ10月号からですね、新連載が始まりました。ちょっとワーとかキャリアないのそこで黙っちゃってるみたいな。で、この動画、これはですね、そのタレントさんのヘアメイクをやったやつをですね、はい、読者の方にやってみようじゃないかと。しかもですね、私はこれやります。で、半顔はなんとご自身でやっていただくっていう、なんというね、大胆な企画。この企画名がなんと、できる川北メイク。では早速いきましょう。今日挑戦するのはですよ、はい、こちら、ね、はい、なんとこの広瀬さんのですね、めっちゃ可愛いですね、すずちゃんのこのヘアメイクに挑戦いただこうと思っております。もう今興奮して、もうすごいです、鼻息がね。ちょっとマニッシュなですね、このすずちゃんのヘアメイクやっていきましょう。ではでは、まずはね、ベースメイク終わってますが、まずはアイシャドウからいきましょう、ね、はい、今日使うのが、ちょっと字が小さいね、これマキアージュのね、ドラマティックスタイリングアイズクランベリーカップケーキって長いな長い、クランベリーカップケーキ、これ使っていきます。これはちょっとグレイッシュな感じにしてるんですよね。グレイッシュって聞いちゃうとすごい強く感じるかもしれないですけど、まあ、グレイッシュブラウンだと思ってください、はい、これですね、これ、はい、これ使っていきます。いいですか、これ使うでしょ、取るでしょ、これに取ったら一回手にトントンって置いてください。で、僕こっちの鼻がやっていきますね、右側ですね、はい、いきますよ、はい、はい、このままもうアイシャドウドーンと入れちゃってください、ふわっと。で、アイホール結構ギリギリ、かなり広めに入れてます。でも、この時にはグラデーションですね、はい、ぐっと広げて入れる感じです。こんな感じ、これ誰でもできると思います、簡単。おお、いいじゃん、すごい綺麗、ね、綺麗ですね、はい、で、一色でもいいですし、あ、ちょっと私ボテってなっちゃったと思ったらこの明るい色を使うってことと、もしくは指でぼかすってこと、ワイパーのね、もう簡単です、できるでしょ、いや、これできるでしょ、あなたやってるでしょ、これやってるでしょ、ね、で、次にこの締め色を使っていきます、はい、この色ですね、この締め色をトントンと、細いブラシ、これ大事です、細いブラシね、はい、で、このままラインっぽくこうやってさっと入れていきましょう。で、ブラウンのラインで入れてるんで、そんなに、なんていうんだろうな、繊細に繊細に入れる必要はないです、結構大胆に入れちゃってもいいと思ってます。で、自分の二重幅とか見せたい色、うん、お、かっこいいじゃん、うん、一気に印象がね、締まったでしょ、ね、はい、で、この時にもうシャドーラインっぽく入れていきたいので、一本ポンと弾くような感じですね、外に一本ポンと、まつげ一本長くするようなイメージでやっておく、はい、お、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗ですね、全然印象が違う、ね、ここまでもう誰でもできます。で、ポイントはこれね、はい、ブラウンの、はい、この締め色しか使ってないんですね、シャドーラインしか使ってないんです。で、目開いて見てみて、あの粘膜とかそんな気にならないでしょ、はい、気にならないです。黒いリキッドとか引くからどうしても粘膜の白とかが見えてくる、だからこうブラウンとかで優しいの入れとけば、そんなにその粘膜を埋めるとかなんかそういうことしなくてもいい、うん、まあ人の目によっても変わってきますけども、そういうやり方もあると、うん、で、今日はアイメイクもこれで終わりです。これでマスカラサッとやっていただいて、へー、はい、で、その後行きましょう、はい、もうポイントです、眉毛、ドーン、もう皆さんご存知ですね、これはねローラメルシェのポマード&パウダーブローデュオ、言えましたもう僕ね、これ100回ぐらいこれ紹介してるので、さすがにそろそろ覚えたいんですけど、これ使います、もう簡単にいきますからね。で、ブラシもダブルエンドのローラメルシェのこのブラシ使ってます、はい、まずはこのワックスの方で、これ大事ですからね、今日ちょっと強い眉ですよ、可愛い眉じゃないですからね、このラインを取ります、アンダーライン、このアンダーラインが大事なのよ。で、その後このパウダーの方ね、このパウダーの方ですね、これを一回手にまた弾いて、パウダーのものは絶対ね、手で一回粉含みさせるってことを覚えてくださいね、はい、直接行きたいんですけどね、いっぱい粉が落ちるんですよ、
経験ない？そういう。あります。あるよね。はい、急げば急ぐほど、ね、粉がバッと落ちたりとかして余計汚くなったりする。そうなんですよ。はい、でこれ重ねました。ラインね。はい、でこっから山を取りましょう。え、さっきこう逃げるけど、俺臭いの？いや、逃げてる。めっちゃいい匂いです。めっちゃいい匂い。毒の匂いがした。やばい。で、問題の眉頭いきましょう。この眉頭結構ポイントなんです。これ、顔をグッと球心にもできるんで、どっちかっていうと顔は離れだよね。遠心だから近づけたいでしょ、はい、鼻筋上がってきたここね、ここをちょんちょんちょんって、これワックスの方です。これは、はい、薄いやつ、パウダーでいっちゃうと結構ボテってなるんで、このワックスの方をこのまま、このままです。こういう感じ、ミリ単位でちょっと寄せましょう。おー、どうよ、だいぶ違いますね。全然違うやんか。半分でうまいこと言ったわ今日は。今日は今日もやる。よし、じゃあやってみよう。はい、頑張ります。最初にこの真ん中の色を乗せていきます。はい、はい、やってみましょう。じゃあ左目やっていただきます。はい、の一番上の眼球のところまでわっと入れちゃっていいよ。そう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 。で、これを指で動かす。はい、でエンドがどうしても強くなっちゃうじゃん。ね、だから最初にところをちゃんと、大体皆さんそうなんですけど、乗せるときにちょっと ビビっちゃうっていうか、ちょっと恐る恐る入っちゃうんですよ。はい、でいけるなーで最後ドーンと入れちゃうからラインが残っちゃうんですよ。はい、最初強くいって、はい、いけばそこは色がしっかり乗るでしょ。はい、で最後の方はグラデーションになるんですよ。はい、1個でこれを入れます。そう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 、はい、ふわっと、そうです、ね、はい、もうこれだけ、はい、なんて感じだ、はい、で次は一番濃い色、ブラウン、はい、では全体に入れて、目尻をチュンと、チュンまつげ一本足すように、そう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 、やってごらん、やってごらん、やってごらんなさい、ちょっと難しいんだ。簡単にできるようになった。できてますか？できてる。お上手。おお、よかったよかった。いいですよ。はい、ここまでですね。はい、ではでは問題の眉毛。眉毛。行きましょう。眉毛。おお、いいですよ。今のところいいよ。おお、上手。よくわかった。いや、思いっきりダメ出しできると思ってたのに、すごいよくわかっちゃったね。はい、で、はい、眉毛はまだ離れてるよね。はい、どうするんだっけ？眉頭を。そう、ちょっと寄せたい。はい、で、ワックスの方ですね。はい、めっちゃええやんか。もうできたやんか。もうできたやんか。できたやんか。できた。ええんちゃうか。で、ちょっと前髪をね。はい。いや、こんなかっこよくなんだよ。すごい。全然違いますね、メイクで。そう、トン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 ってやって、で、なじましていく感じでもいいと思います。で、今年は眉毛強くて、艶っぽい肌で少しマットにしてもいいかな。リップは少しですよ。あ、このリップ、そうだ、言わなきゃいけない。ナーズのね、リップスティック0000、なんだよ、わかんねえよ。00003、フリーダイヤルみたいになっちゃって、0、3って言ってる場合じゃないよ。4つです。1、2、3、4、0、4つです。フリーダイヤルと違いますからね、お気をつけください。電話しないで。はい、どうだ。で、これノーチークなんですよ。もともとある頬の赤みを生かしてるだけでノーチークなんですよ。ね、眉毛バーンって強くて、なんかチークを後から重ねて赤くしちゃうよりは、なんとなくこう血色感を出して、で、まあ、の血色感をちゃんとブラウンのリップでもね、戻ってくるんで十分綺麗になると思います。確かに。どうだ、
自分のこともっと好きになりますね。かな。ここは俺のことが好きになりましたとかじゃないの。これはちょっとね、皆さんにぜひね、はい、ちょっと強い眉、ちょっとマニッシュな眉というかね、マニッシュ風のメイクですね、はい、簡単にできると思いますので、皆さんぜひやってみてください。では皆さん、また